さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気です。さてお二人にお伺いします。はい、行きました。ファイナンシャルプランナー。ファイナンシャルプランナー、はい、どんなイメージありますか。いやどんなイメージ、いろいろアドバイスしてくれてる、住宅関係の、はい、っていうちょっとふわっとしてませんか。いやしてるしてるしてる、何がよくわからない、ちょっと難しいですよね、はい、ということで今回ご紹介するのは住宅不動産の営業マンとファイナンシャルプランナーとの共同目的として、それに必要な事業を行うこちらの企業様です。聞いてみたい。私たちの生活にとって決して欠かすことのできない住まい、それは長い人生において常に密接な関係にあり、豊かな時間を送る上で大切な存在となっている。そこで今必要とされているのが、クライアントの人生最後までの時間を住まいと共に考え、ファイナンシャルプランナーとして一人一人に合った未来を設計・サポートできる住宅不動産営業マンである。そのファイナンシャルプランナーの礎となる知識と情報を住宅不動産業界の現場へと発信し続ける男がここにいる。株式会社バリュー&クオリティ代表取締役池田光明。今回は資格取得の支援だけにとどまらず、実際の営業に役立つ事例を体感させる試験学習プログラムによって、明日の現場に生かせる技術の習得にも力を注いでいる池田光明をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。資格取得ができるように応援するサポートのお仕事、はい、へえ、私初めて聞きました。そんな宅建ファイナンシャルプランナー、うん、あと相続、相続の専門の資格で、うん、相続診断士というのがあるんですけども、うん、宅建っていうのも毎年1回ですかね、はい、そうなんです。毎年10月の第3週日曜日に約19万人の方が、うん、宅建で年間1回でしたっけ。1回です、試験は。はい、目指してる友人とかもいるんですけど、毎年そこに向けても勉強して申し込みも結構大変だったりするんですかね。そうですね、まあ、受験料を払って、うん、まあ、あとは受験資格というのはないもんですから、うん、まあ、トライをするのは皆さんできるんですけども、まあ、先ほど19万人のうちの19万人もあるんですか。約 15% しか受からないので、うん、まあ、毎年再受験をする方がたくさんいるという試験ですね。そうですね、はい、やっぱり難しいんですよね。中身は難しいんですけどもまあ受験テクニックで受かる方もいれば、きちんと学びたいという方もいるので、まあ、我々どちらかというと両方やってるというか、ね、会社です。あ、はい、ね、中身は分かっているので受かりたいという方と、はいはい、まあ、せっかくであればもう最後の年にしたいので中身もきちんと熟知したいという方向けに、うん、まあ、実務の話も入れて、うん、まあ、そういうのを企業さんとすり合わせしてプログラムを作ると、はい、まあ、そういう会社です。僕は本当に知らなくて申し訳ないですけど、宅建の資格を持ってると、はい、まあ、不動産のことを含めて何ができるんでしょう、宅建というのは。まず法律的には宅地建物取引業法というですね、宅建業法という法律に縛られている資格なんですけども、はい、全国に不動産屋さん宅建業者たくさんある中で、はいはい、5人に1人以上1000人の宅建士というのを設置しなきゃいけない義務があるんですね。その数を満たさないといけないんですよ。へ、ですから会社さんはまず不足しないようにたくさん取らせたいという。じゃあ20人もし働いてる方がいたら4人はいないといけない、はい、資格者が、はい、保持者がね、そういうことなんだ。まあ、1人でもできるんですけどね、はい、不動産を経営していくためには必ずなくてはいけないものなんで、そうなんですね。あ、その資格は。ファイナンシャルプランナーをはじめ住宅不動産業界で働く営業マンにあらゆる資格取得のサポートを行ってきた池田だが、これまでの歩みは一体どのようなものだったのか。私ももともと建築の営業をやっておりまして、うん、で私自身が体感した、まあ、実はそれをまあこういう商売の人いないかなということを今立ち上げてるんですけども、うん、中身は分かってるんですけども、なかなか日々の業務に追われて勉強する時間が、まあ、言い訳なんです、取れない、うん、時間が取れない、そういう方向けに、まあ、ご支援する仕事ができないかなというのがまあ一つですね、うん、あともう一つは取った後どうせだったら中身も非常に業務にも使える
営業にも使える内容なので、どうせだったら業務に行かせたい、私まあとりあえずそういう意識で歯間対策の勉強したもんですから、じゃあそれセットになってる商品でないなあと、じゃあセットにしちゃおうかなという、まあそこが立ち上げた理由ですね。はい、どうですか、最初からもうすぐ私もって皆さん集まりました。やはり歯科学校さんとか、そういうのたくさん世の中にある中で差別化しなきゃいけないのは、やっぱり合格率なんですね。いやーやっぱりな、だからもう塾も何もそこにこだわってくるわけだな、やっぱりな、合格率何パーセントっていうところですね。そうなんです。ほとんどの方が当社のお客様は再受験の方がほとんどなんで、そうですよね、もう出るとこも分かってますし、でも毎年落ちてしまうような方をどうご支援できるかとなると、やっぱりつまんない話よりは面白い話を研修で入れたり、あと学習塾のような日々、ちゃんと見てますよという管理が必要になってきたり、そういうことを商品に入れてます。この手あの手でね、一生懸命サポートするんだけども、そのご本人にやる気がねちょっと薄かったり、1年に1回だからね言われてる長い期間、そのモチベーターになるのは大変ですよね。そうなんです。やっぱ番組と一緒かもしれませんけど、演出をしなきゃいけないので、意外だとね飽きない演出をしなきゃいけない、はい、ご利用されている方っていうのはほぼ再受験の方が多いってお話ありましたけど、そうですね、もう8割方再受験の方が多いですね。はい、なんで取れないんですかね、そういう方の特徴とか本当もう難しい試験だと思うんですけど、まず一つはそこです、企業様がほとんどなので、やはりやっぱ時間がなかなか取れないという、先ほども言いましたけど、じゃあ時間を作るためには私ども会社に出向いて会社の研修室で試験対策の勉強させていただいている、対策させていただいているっていう、ちょっと面白いやり方をしているんですね。会社っていうのは不動産会社とか住宅メーカー様とか、住宅メーカー様もそうか、はい、ですので、そうするとその研修室をお借りするためには、このただただ試験対策よりは、やはり少し営業に役立つ内容もやっぱり入れた方が、企業側もプラスアルファあると思うので、納得、はい、そういう講師でありそういう、内容ですかというところに対してサービスということで、あとはもう合格率だけを見られますので、合格率が出るためには日々受講者の方とやっぱり親しくなることも大事ですし、メールとかでももう分かると思うな、ここの企業難しいぞとかもうそれもすぐ分かりますよね。やっぱりでも風土がもう取ろうよって、みんなで取ろうよって風土がやっぱ高いですね、取得率は。続いては営業切り口と題し、現場で活かせる知識と情報を一人一人のニーズに合わせたカリキュラムで提供していく、その狙いについて聞いた。一つはもうとことん合格率にこだわった研修プログラムにしているので、我々も何人受講していただいて何人受かったかで評価される会社ですから、そうすると合格をするためにはもちろん最初は触りは実務の話しますけども、最後は学習塾のようにもうとことん問題解いて解説っていうやり方をしています。もう一つはやはりでもやっぱり取った後、このように生かしている方が多いですよとか、こういうお客様が、からの質問に対してこう答えている、我々のファイナンシャルプランナーがこういう話してますよっていうのを少し入れますと、試験受かった後イメージして受講してもらってますので、理解度も高まってますね。それは大事だな、夢が持てるもんな、受かった後はこうぞっていう ね、実用の方法が分かるってやっぱり、ね、勉強する時のそれこそモチベーションにもつながるし、そうですね、その先が見えますもんね。ただ弁護士さんとか、そういう司法書士さんとかとはまた違う内容ですので、ただ法律の相談されると法律のどの分野について答えるかっていうに関しては、ある程度頭の中で仕分けしないと、ごちゃごちゃだってお客さんと喋っても、もったいないので時間もですね。そして現在池田が最も力を入れているのが2016宅建士対策ウェブ講座の運用。果たしてその内容とは。皆さん本当忙しいのと、あと通信機器がもう発達してますので、
車の中とか移動時間もスマートフォンとかタブレットで復習はできるということなので、ただもう世の中にたくさんもそういう周辺あるので何か差別化しなきゃいけないということで、一つもうやってしまえということで入れたのが、過去問題を一問一問我々の講師陣が一問一問解くシーンを画像に入れて、もうそれを全部下ろしてます。はあ、多分ですけどそうないと思います。ノウハウなので解き方を下ろすって、でやっぱ一問解くの2分前後で解かなきゃいけないので、宅建も FP もちょっとそんなスピード感を持って解かなきゃいけないんですか。ゆっくり例えば見ればですね、分かる問題も時間に追われているのがもう試験対策ですから、ちょっともう長い文章はむしろ読まないでくださいとかですね、4択であれば4番に意外と答えがありますよとか、まあ、根拠をちゃんと言うんですよ。はいはい、なるほどね。そういうのを皆さんやっぱり教えてほしいっていうんですね。なるほど、はい、でもそうですよね、再受験をされる方だからこそそこが知りたいっていうところをお伝えすると。なるほどな。合格者の声、時間の捻出や学習の工夫を行った、意欲のある会社内の受験者との出会いがあったって、やっぱり意欲なんだよね、相乗効果だ。みんな対策の本は安くたくさん出てるんですけども、まあ、それだけだと手強くなってきました。手強くなってきました。です、まあ、相手も手強くなってきた。手強くなってきました。必要になってきた、これは、ね、間違いなくここで復習から予習からみんなできるんだ、はい、ですから我々の、まあ、強みの一つにもなるんですけども、その民法ってやはりなかなかうまく伝えられないので、うん、私ももともと建築不動産出身なので、じゃあ民法を 100% ここにいる司法の方と比較してどうなんだったらば負けてしまうかもしれないので、我々は弁護士を目指していらっしゃるその法科大学院生っていうんですかね、弁護士を目指して司法試験を毎年頑張って落ちてる方、でもちょっと頑張っても受かってない方々をネットワークして、もう民法だけはもう答え問題見たらすぐ分かるっていうんですね。そのぐらいもう試験テクニックを持ってらっしゃる方を我々講師にも入れてるんです。ああそうなんですか。もうもう要は大事なんだ、もう上から問題を見れる人、でそれを試験の直前にやるからいいんですけど、まだ半年もあるのにやってしまうと忘れちゃうんですよ。ですからまあそういう講師の使い方っていうんですかね、そこは特徴の一つでもあります。いや強みだ ね、はい、ね、特別のジャンルまでお持ちになってるわけですもんね。地域別異業種ネットワークをはじめ、社会とのつながりをテーマに今後も止まることなく挑戦を続ける池田光昭。そんな男が掲げる今後の展望とは。異業種の方々、例えば住宅業界の方であれば保険業界の方とか、で保険業界の方でも宅建を取りたい、 FP を取りたい方もたくさんいらっしゃるので、まあ、当社でお仕事をお手伝いさせていただいたものをご紹介をすると、まあ、そういう異業種のネットワーク像をさらに広めていきたいと思っています。まあ、当社で取っていただいたお客様同士なので、まあ、共通話題もあるでしょうし、はい、それを広げていきたいと思っています。はい、いいですね、ますます広がりを持って実用的でかつ受かるっていう、お互い試験をクリアした方々なので、達成をした者同士として、我々がご紹介したり、それを強化していきたいと思っています。はい、ますますの発展をね、記念しております。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。医療の世界にとって避けては通れない問題がある。それは来院する患者の多くが症状の悪化がきっかけで病院へと足を運ぶというケースだ。病状が進行するほど改善が難しいとされる呼吸器疾患は特に
早期発見、早期治療が重要である。この問題を解決するため、軽度の症状でも気軽に来院できるクリニックを理念に、呼吸器疾患で苦しむ人のいない社会の実現に奔走する男がここにいる。上六川内科クリニック、院長、医学博士、三島渉。自身が幼少期に経験した病気の苦しみから、現在も毎月500人以上の喘息患者と100名以上の COPD 患者と向き合うなど、経験豊富な専門医たちと共に日々患者の笑顔を取り戻す医療に全力を尽くしている。今回はそんな三島渉に詳しく話を聞いた。専門クリニックって私は初めて聞きました。そうですね、あんまりないんですけどね、ただやっぱり今結構咳が止まらなくて困ってるっていう方が多いので、最初はいろんな普通に内科全般を見てたんですけど、最近はこうどんどん咳の患者さんに特化してやってるんですよね。先生自体もあまり数いらっしゃらないんですかね。そうですね、やっぱり内科ってね、いっぱい、もちろん他にもお腹の病気とか心臓の病気とか、まあいっぱい内科行っているんですけど、咳の患者さんってすごい当然のことながら風邪でもみんな咳出ますから、咳する方が一番内科の中では患者さん的には多いんですよね。なるほど。ですけど、やっぱり内科って言ってやっぱり胃腸のね、消化器内科とか心臓を見る循環器内科っていう、そういった内科の専門医が多いんですよね。でそれに比べるとやっぱり呼吸器を専門に見る内科医っていうのは少ないです。なんか難しそうですけどね、それが少ないだけにね。そうですね。でやっぱり医者の側もですね、呼吸器の病気って結構いろんな種類の病気があるんですよ。例えばそれこそ肺がんみたいながんだったりとか、あとは結核みたいな感染症って言われる、いろんな病原菌が入ってくる病気であったりとか、あとは先ほど言った例えば喘息みたいなアレルギー系の病気って、こういろんな種類の病気が肺には起こるので、やっぱり難しいんですよね。難しいと思うな。そうですね、しかもこう知識がないので、病気に対する咳って風邪をひいてもなるし、ちょっと乾燥してるだけでも出たりするので、ちょっと軽んじてしまう症状の一つかななんて思います。まさにおっしゃる通りで、やっぱり皆さん咳が続いててもうちに来る患者さんもよく言うのは、風邪が治んないんですって言ってくるんですよね。ですけど実は風邪だと思ってたら、ね、極端に来たらがんでしたとか、そういうこともあるわけですよね。だから咳イコール風邪って結構思われがちなんですけれども、そうじゃないっていうことをぜひいろんな方に知っていただきたいなと思って仕事をしてます。三島さんご自身も呼吸器系の病気を患ってたことがあると伺ったんですが、僕はですね、呼吸系というよりは、生まれた時に口蓋裂といって、ここの口のから鼻の下こう裂けて生まれてくる、そういう状態で、やっぱり手術をもう生まれてすぐに入院して、で何度も何度も入院を繰り返して、本当に体が弱くて、だからそうですね、両親がやっぱり僕が体が弱くて入退院繰り返したので、苦労したっていうことをね、聞いてます。そうね、そう、本人は分からなくても、ご両親は辛いものがあるもんね。そういうのがこうよくよくは病院の先生になるきっかけだったりするわけですか。そうですね、やっぱりそこが一番僕が今医者をしている大きなところで、両親が非常に強く、お前は医学の力で助けられたんだから、今度は自分が医者になって、いろんな人にその恩返ししたらどうなんだと、そういう教育をされたんですよね。その時に感じるものがあったわけですね。そうですね、そうですね。続いては医師、そして経営者として三島が今も大切にしていること、そしてそこに込められている思いを聞いた。呼吸器系の病気ってもやっぱりいろんな、その呼吸器の中でもいろんな病気があるので、それぞれの先生方が得意な病気ってあるんですよね。で私の場合はやっぱり今一番力入れてるのは、そのさっき言った咳が
なかなか止まりませんと。でやっぱり咳が最初の入り口なんですよ、呼吸器の病気の。あ、やっぱりそうなんですか。うん、ただやっぱりそのいろんな病気の種類があるので、うん、じゃあその咳もちろん風邪のこともあるし、がんのこともあるし、喘息のこともあるし、結核のこともあるし、肺気腫のこともあるし、その何の咳かって見極めるのって実は非常に難しくて奥が深くて、うん、それは難しいですよね。そうなんですよね。咳ででも分かるんですか。うん、まあ、もちろんね、あの咳してますって言われただけでは分からないので、はい、いろんな検査を組み合わせたり、まあ、お話をもうちょっと深くね突っ込んで聞いたりとか。胃袋だと胃カメラとかで行けるんですが、肺ってどうやって見るんですか。肺はですね、あの、まあ、レントゲンを取ったりとかですね、あとはですね、あの息を吸ったり吐いたりするような検査っていうのが、うん、最近こういろんな種類が出てきてるんですよ。でそういったものを組み合わせて、あとはやっぱり患者さんのお話を聞いて、うん、ね、いつから出てるとかどのぐらいとか、そんなことをいろいろ組み合わせて、だからちょっとその消化器系の病気とか循環器の病気と違って、検査一発やればすぐに白黒はっきりついてっていうのとはちょっと違うので、うん、そこが難しいんですよね。と頭をやっぱり使います。有名な俳優さんだとか、うん、そういう我々がね憧れてる方々が、うん、やっぱり肺のところで亡くなっていく方が多いですよね。うん、はい、そうですね。肺の病気の方ってね非常に多いですからね。我々みたいにいっぱい喋ってて、いっぱいバーって騒いでると、いっぱい危ないですかね。やはり、まあ、あとはねやっぱりタバコをね吸われる方らが ね、あの多いですからね、多分芸能界の、ね、方はそうだと思うんですけれどもね。やっぱりタバコは適面に良くないですか。そうですね、タバコが本当に良くないですね。でやっぱり自分が吸わなくても、うん、こう一緒の空間でやっぱり吸ってらっしゃるとね、まあ、やっぱり吸い込んじゃいますからね。そういうタバコのことも禁煙もされて、禁煙の指導もしてますよ。はい、ここにねちょっと本を書いたりして、もしよろしければ後でご覧いただければと思うんですけど、まあ、そうですか。なぜあなたは禁煙できないのか、うん、やめられる人とやめられない人っていうのはやっぱり違いありますね。そうですね、僕も何人も見てるんですけど、そうですね、不思議なんだよね。そうですね、まあ、そういうご指導もされていくわけですね。そうですね、うん、これを読んで皆さんにねぜひ禁煙していただこうと思って書いたんですけれども、俺の友達にこれ渡してなぜひどうぞ差し上げてくださ いいっすか、俺買って帰るよこれ。本当だ、これだ、体に悪いと知りつつタバコはやめられないって。やっぱりタバコに助けられてる面があるんですよね。うん、そうですね、やっぱりストレスをねって皆さんおっしゃるんですけどね。美味しいって3本だけ吸うのもダメですか。うんうん、あの、まあ、今日麻薬なんですよね、タバコってね。ですよね、麻薬ですね。なるほど。俺のあの甘いもんと一緒なんですよね。麻薬ですよね。美味しいなって小腹かーになっちゃうのね。まだ甘いものがいいですかね。まあ量によりますよ、ね、そうですね、何事もほどほどに。これ何言ってもダメだ、破れた、破れた。患者様からのお手紙があるということなので、はい、ちょっと見させていただいてもいいでしょうか。これはいつ頃の患者様ですか。これはね、今通ってらっしゃる、あの私が肺がんをあの10年ぐらい前に、うん、お年寄りでもう今80半ばなんですけど、当時まだ70代ぐらいで、ね、あ、そうなんですか。で、あの肺がんってあのがんの中で一番死亡率が今高いんですよ。っていうのはあの大体見つかるともうすでにあの手遅れっていう状態で見つかることが多くて、でたまたまこの方はあの早期発見できて今もお元気だったんで、あの感謝すごいしていただいて、いつもこうお正月と夏にはこういう達筆なお手紙をね、あのいただいてるんですけどね。西尾先生はじめ、うん、多くのスタッフの皆様に、皆様にお世話になりながら健やかに新年を迎えることができましたみたいなね。これだけやっぱりお手紙拝見しても、うん、本当にありがとうという気持ちが伝わってきますよね。本当ね、こういうのは医者冥利につきます ね、うん、ね、命を救ってね、あげれたわけだからね。そうですか、やりがいあるお仕事ですよね。うん、そうですね、本当にこういうのをいただくと、あの医者をやっててね、よかったなって本当思います。
もしもなんですけど、はいはい、お医者さんじゃなかったら何をしてたと思いますか？そうですね、それ時々聞かれるんですけど、うん、でもちょっと正直思い浮かばないんですね。でもやっぱり僕もともとすごい人に感謝していただいて、人のために何かするっていうのが大好きなので、うん、まあ、仮に医者じゃなかったとしても、まあ、そんなようなね仕事をしたいなとは思います。すごく優しく育ったんですね。そうですね、親の教育が良かったんです。いや、多分いろんな苦労がね終わりになって、うん、小さい時やっぱり大変でしたか？うん、そうね、僕自身はもう全然ちっちゃすぎて覚えてないんですけどね、はい、あんまり小学校の時とかもそういう年代ですか？小学校ぐらいはもう割と元気で、うん、ただなんとなく覚えてるのはやっぱり幼稚園入るぐらいまでは結構病院のベッドで寝て、うん、まあね、結局食べれないんですよね、ここの手術なんで、うん、ああそうか。だからそれでなんかすごい辛い思いしてたのはなんとなくですけどね、覚えてますね。うん、一人でも多くの患者を助けたい、その思いで今も、そしてこれからも病気で悩む患者に寄り添った事業を展開する三島渉。そんな男が掲げる今後の展望とは？僕はですね、今一生懸命やってるのがその、まあ、咳もそうですし、やっぱりとにかく肺の病気で困ってる方を一人でも少なくしていきたいと、まあ、それが本当に強い思いで、まあ、そのためにですね、さっき言った禁煙の本を書いてみたりとかですね、まあ、あとはその禁煙の講演もしたりもしてますし、まあ、もちろんね、患者さんもなるべく多く来ていただいてと思って、まあ、やってます。いやー、ありがたいよな。いやー、ぜひぜひ今後ともな、人助けなんですけども、ぜひよろしくお願いします。はい、いつかお世話になると思いますけど、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。私たちは一生を通して勉強すること、つまり生涯学習を意識し実践することで、これからの人生を豊かで生き生きとしたものにすることができるでしょう。ではどう意識し実践したらそうなれるのか、何をしたらよいのか。それは一歩を踏み出す勇気とチャレンジ精神、それと好奇心が大切です。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら。働きながら60歳で慶応義塾大学を卒業した私の生涯学習法。この本を書いたのは生涯学習アドバイザーの大森静代さん。60歳で大学を卒業した大森さんが生涯学習で得た自分の体験をみんなの参考になればという思いで書き上げた、一歩を踏み出す勇気を後押ししてくれる一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。